ピロークは東スラブで主に作られているパイである。ピロークには甘いものと肉や野菜を詰めた惣菜になっているものがある。ピロークという名称はスラブ祖語で縁や祝祭を表す単語ピルに由来しており、現代においても刑事の際に食べることがある。ピロークは片手で食べることのできる惣菜パンのような形状をしているピロー式とは異なり、パイとして作られる。鶏肉。 キノコ、米を詰めたブリヌイの層のあるピローク、クルニクウクライナのピロークピロークの標準的な形状は楕円形であるが円形や長方形のピロークもまた一般的である。ピロークには完全に閉じた形もしくはタルトのような表層部の皮がない形のものがある。スウェーデンで作られているピロークは三角形をしている。ピロークは通常酵母発酵させたパン生地を用いて作るが、 パイ生地から作ることも可能である。ピロークの中に詰める材料は甘いものや、グアルク、カッテージチーズといった、チーズ、リンゴやプラム、ベリーなどの果物、さらには、蜂蜜やナッツ、消し部なども用いる。惣菜として用いる場合、中には、肉や魚、キノコ、キャベツ、ベー、蕎麦の実、ジャガイモなどを詰める。ウクライナ料理やロシア料理では、惣菜としてのピロークは、 ピロシキと同様、伝統的には透明なボルシチ、だし、コンソメの添え物として提供される。ありがとうございます。